はい、皆さんこんにちは、エグザイル住民局のわけらです。今回はですね、マジで申し訳ないですということでやっていこうと思います。はい、まあね、皆さんも知っている通りね、本日ね、エグザイル高弘くんのね、一夜限りのね、武道館ライブが、まあ、開催されたんですけれども、僕ね、散々ね、この武道館ライブに、まあね、元エグザイルの清木場俊介さんがね、まあ、サプライズ出演してくれるのではないかなっていうね、まあ、動画をね、まあ、上げ続けていたんですけれどもね、まあね、蓋を開けてみるとね、誰も来ず、はい、まあね、申し訳ないです。期待だけ上げさせといてね。はい。本当にね、申し訳ない気持ちでいっぱいです。はい。